はようございます。5月8日今日は北九州の小倉でシェルミコのライブがあるんで行ってきます。一番乗りで着きました。羽田空港です。今日ははい小倉でライブです。はい、あの5時半ぐらいに起きたから今めちゃくちゃ眠いです。あとなんで鏡越しなの？分かんない。まあめっちゃ眠いですね。でも今日は頑張りますよ。近っ。いいじゃん、やっぱみんな見たいよ。意外で近いパージ見たことないからね。遠いパージしか見たことないんだから。ありがとうございます。いつも撮ってもらっちゃって。カメラマンだから。おはようございます。昨日ライブ終わって次の日です。朝7時半ぐらい小倉の周りをちょっと散歩してます。小倉城を見に行ってみようかなみたいな感じで歩いてます。これ小倉城。すごい。いやもう北九州行ってから1週間も経って1週間経ってますよ。早すぎる。今週はね、そのジムに通い始めて昨日2回目行って、今日はめちゃくちゃ筋肉痛になってます。いやなんかムキムキな人がたくさんいて大丈夫かなみたいな感じだけど、高いお金払ってるんでちゃんと通って成果を、まあ何が成果かわからないけどちゃんと通います。巣鴨にある東道館っていうプロレスのグッズを扱っている、まあなんか中古のグッズ買い取りとかしてる結構有名な店に行ってて、昔の雑誌を取って買ってきました。この後ろの広告がめちゃくちゃうさんくさくてすげえいい感じです。もう別になんかちゃんと読むわけではないんだけど、中身も見れないし分かんないから適当にジャケ買いで買ってきました。あと昔のパンフレット、これなんか表紙が
かっこよかったんで、これも適当に買ってきました。マジで時代を超感じるね。小島聡の顔をめっちゃ受けた。いや最近いろいろな人からアルバム完成しましたっていう風な感じでアルバムが送られてきて、すごい刺激を受けているというか、かっこいい曲、いい曲がすごいあって、俺も早くアルバム出したいなっていう風に、まあ、作ってはいるんだけど全然進んでいなくて、リブロさんの曲とかは一応先行のシングルみたいにはなっているんだけど、そこからまだね、夏以降にはね、9月とか10月ぐらいには出したい気持ちでいるんですが、全然進んでいないと。いや早く出したいな。まあちょっと楽しみにしていてもらえたらね、嬉しいんですけど、うん、なかなか歯がゆい状態が続いている感じがしてます。歯がゆいですね、出せなくて。まあ、俺トラックメーカーだから、いろいろなアーティストにお願いしてラップだったり歌を載せてもらうっていうパターンが多いから、やっぱりいろいろなたくさんの人に頼むから、どうしてもやっぱり時間はかかってしまっているっていう感じですね。まあ気長に待っていただければ嬉しいです。その間にも、そのアルバム以外にもいろいろ自分の、まあ、なんかシングルとかそういうのは作ってて、ちょいちょいリリースはあるので、まあ、それも含めてね、いろいろ聞いていただけたら嬉しいですね。